こんにちは、神田です。今日は新潟が J1 昇格に向けて過去のね成績と比較してどういうね成績を目指していけばいいのかを、まあ、詳しくねお伝えしていこうと思います。成績上位6チームをピックアップし、それぞれのね勝ち点と順位のね推移を掲載いたします。 J2 の全42試合を残り22節から31節、31節から42節に、分けました。各チームがね、どのくらいの勝ち点を取り、どのくらいの順位だったのか。こちらのね、図を見てもらったらわかると思うんですけども、42節の下の91、これが最終勝ち点です。次の69は、32節終了時点で勝ち点69でした。で、69の隣の括弧1は32節終了時点での岩田の経過順位が、まあ、1位ということを、表示しています。岩田は1位、1位、1位という順位経過で、去年、J1 昇格を果たしたことが、わかります。まあ、年度別のね、順位を見ていこうかなと思います。まあ、2020年はコロナ禍の中で、まあ、厳しかった年という印象ですかね。で、2019年は横浜 FC が異常な終盤巻き返しをして J1 に昇格を果たす。で、2018年は珍しく勝ち点が80を超えるチームがいなかった年。2017年は名古屋で勝ち点75で3位になってしまい、まあ、J2 のね、沼にはまってしまうという。2016年は札幌が2位、1位、1位、1位と逃げ切りに成功する。2015年は大宮が勝ち点86。岩田が勝ち点82と、自動昇格をつかむ。2014年は湘南が圧倒的な強さを見せて勝ち点101という、まあ、他のチームをね寄せ付けない、強さで、昇格をすると、まあ、ここ7年の順位を見て思うことは、2位以上に入ったチームは最低勝ち点は18年の大分の76点。これ以上の勝ち点を取らないと、まあ、自動昇格はまず無理なんじゃないのかなと思います。で、神田が考える自動昇格できる目安としては、84、85点あたりではないのかなと思います。だいたい10試合の勝ち点21取れれば、まあその数字に達していくんじゃないのかなというまあ計算なんですけども、まあさらにねプレーオフ圏内まで範囲を広げてみると、最低勝ち点は15年の6位の長崎の、勝ち点60点という、数字、まあ年によってばらつきはありますが、勝ち点70を取ればまあ、6位以内に入れるという、まあ、結果になるんじゃないのかなと、まあ、あくまでも神田の、独自の計算なんですけども、まあ、したがって、プレイオフ圏内も視野に入れていくのであれば、まあ、勝ち点70から74点あたりを、まあ、目安に、なるんじゃないのかなと、思います。で、今、新潟は、勝ち点ね、42なので、まあ、優勝するためには43点ね、勝ち点を奪わないといけないんですけども、残り、21試合で、まあ、14試合は、まあ、勝たないといけない計算になってくるんじゃないのかなと思います。で、ここから、まあ、大事になってくることは、まあ、この試合はね絶対に勝たないといけない、この試合は負けれない、まあ、全試合ね、勝たないといけないことは必須なんですけども、相手チームの状況、順位によって、そういう試合がね、出てくると思います。で、7月の岡山、長崎、徳島戦は、まあ、3連戦、まさにね、後半戦の、
山場になってくると思いますし、10月の4連戦の山形、仙台、東京ヴェルディ、町田は優勝ね、かけての熾烈な争いに、ね、なっていると思うんですよね。まあ、去年のね、新潟は大事な試合に勝てない、まあ、勝負弱さというところが、まあ、あったと思うんですよね。で、ここぞという試合に勝っていかないと、まあ、後半ね、巻き返してくるチームに勢いでね、負ける恐れがあるかもしれないんですよね。まあ、去年昇格した、まあ、岩田のことを分析して、まあ、ちょっとお伝えすると、去年のね、岩田は攻撃力はリーグ最多となる71得点を取り、まあ、東京五輪による中断明けてからは J2 戦線を11勝5分けとね、無敗で駆け抜ける、原動力となり、攻撃力が、まあ、3シーズンぶりとなる、まあ、J1 復帰を果たすという。で、16試合中11試合がね、複数得点を挙げて勝利していると。で、ここ7年間の、データを見て、まあ、神田なりに調べてみると、残り10試合を切ったあたりから、複数得点を取れずに、最後の最後に、まあ、ロスタイムとかに、同点ゴールを決められたり、まあ、0-1 で負けたりしてしまい、自動昇格に得失点差で届かないというチームがね、結構あるんですよね。で、新潟も、後半戦はいかにね、複数得点を奪い、試合をね、有利に進めていくか、ここがね、ポイントになってくるんじゃないのかなと、思います。で、あとは、まあ、神田もサッカーをね、十何年とやってて思うんですけども、サッカーはね、こう、メンタルに大きく左右されるスポーツだと思うんですよね。で、失敗をね、恐れたプレーをしていると、いざという時に競り負けると思います。で、これから優勝、J1 昇格に向けて、目にはね、見えないプレッシャー、そして今シーズンね、結構過密日程で、目には見えない疲労などとの、まあ、戦いにもなってくると思うんですよね。多少のミスや失点はもう気にしない方がいいんじゃないのかなと神田は思うんですけども、まあ、あくまでも神田の個人の見解なんですけども、まあ、勝っている時はミスしても大丈夫と思える、まあ、心の余裕があると思うんですけども、まあ、気にせずにいられる人が多い、いられる選手が多いと思うのですが、負けている状況では些細なね、ミスにも動揺してしまいがちだと思います。勝っていても負けていても常にね、心理的な余裕を失わずにいることが、まあ、これからね、大事になってくるんじゃないのかなと、思うんですよね。で、現鹿島のコーチをやってる、山口県出身の、まあ、神田とね、同い年の、まあ、岩政氏に聞いたことがあるんですけども、なんでね、鹿島って、上昇鹿島って言われるのって聞いたことがあるんですけども、まあ、その時に、負けるのは、まあ、仕方ないと。連敗を許されないのが鹿島。連敗しないためのサッカー、メンタルが鹿島イズムと、言っていたんですけども、まあ、それがね、こう、今現在続いてる鹿島の強さだと、言っていたんですけども、どんな強いチームでも負けることがあるんですよね。で、負けることがあるのはね、もう仕方ないことだと思うんですけども、まあ、連敗しないことがね、やはりやっぱり神田は大事だと思いますので、残り21試合、負けてもいい試合は一つもないんですけども、連敗だけはね、ほんとしないように、そこを気をつけて戦うこと、勝って1でもいいから、やっぱりね、こう、上積みしていくことが、まあ、大事になってくるんじゃないのかなと思います。本当に、松橋監督も言ってましたが、一戦一戦ね、集中して、勝ち点をね、奪っていくことが、J2 優勝、J1 昇格になっていくんじゃないのかなと思います。本日もね、長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。